プリンセスコネクトリダイブ。あなたは夢を見ている。どこまでも非現実的な美しく尊い夢を。まだこんな力が残ってたのか。プリンセスナイト、まさかあなたたちがここまでやるなんて。でもこれが最後よ。全て終わらず。もうやめよう。これ以上戦ってもいいことなんて一つもないよ。願いを叶える、そのためなら何度でも戦えるわ。何度でもね。どうしても戦わなくちゃいけないんだね。迷いは捨てて、そうしないと奴は倒せない。何としてもこの戦いに勝とう。そして叶えよう私たちの願いを。もう一度だけ私たちに戦う力を。決着の時だ。私たちの力が足りなかったの。私たちの願いは叶わないの。せめて騎士君だけでもここから。私の邪魔をする者は決して逃がさない。ユイ、危ない。全て私にひざまずけ。キチ君、おはよう。ごめんごめん、起こしちゃったわね。まだ寝ててもいいわよ。私も作業に集中したいし、あんたの相手してる余裕がないから。ん？あんた誰って顔してるわね。こっちはあんたのことをよく知ってるのに、初対面みたいな反応されるとやっぱりちょっとへこんじゃうわ。私はまあアメストでも名乗っておくわ。最近はもっぱらそう呼ばれてるから。無理に覚えなくてもいいわよ。どうせすぐに忘れるだろうし。うん、これも夢みたいなもんだから。
私は見ての通りボロボロにぶっ壊れててさ、自己修復が終わるまでは動けない。現実に関われないのよね。だから私の代理としてあんたにはガイド役を派遣しといたから、あんたの人生、つまり現実における水先案内人ね。詳しい話はそっちに聞いて。おっと、ごめん、今回はこの辺でお別れしなきゃいけないみたい。もっといっぱいおしゃべりがしたかったけど、現実は残酷よね。でもいつまでも夢は見てられないから。じゃ、またね。あんたの人生が、現実が幸福なものであるように祈ってるわ。はじめちょろちょろ、なんかパッパ、赤っ子泣いてもふった通るな。おや、お目覚めになられたのですね、主様。私は偉大なるアメス様によって派遣されたガイド役、名前はコッコロと申します。どうぞ以後お見知りおきを。主様をお守りし、おはようからお休みまで、ゆりかごから棺桶まで、誠心誠意お世話をするのが私な。おや、キョトンとされておりますね。ぶしつけではございますが、あなた様のお名前をお聞かせ願えますか。私のお仕えする主様で間違いないようです。よもや人違いなのではなどと疑って申し訳ありません。ご不快でしたら何なりと罰をお与えください。無知で打たれようが何をされようが私は一向に構いません。アメス様からの託宣によると、主様はほとんどの記憶を失っているようなので、わけがわからない状態でしょうけど、私がお導きしますのでどうかご安心を。お腹すいた、お腹すいた。はい、心得ております。お昼時ですしね。
主様がお目覚めになられたら召し上がっていただこうと。私、ご飯を炊いておりましたから。はーい、ご飯ありがとうございます。ありがとうございます。お腹が空いて死んじゃいそうだったんです。ごちそうになります。いただきます。どちら様でしょう。知らずの私に美味しいご飯を恵んでくれるなんて、いい人たちですね。一生恩に来ます。ありがとうございます。いや、恵んだというか、気づけば食べられていたというか。ああ、主様のために用意したご飯が一瞬で消え失せましたよ。なんなんですか、あなたは。私は、いや、それよりも、あの子、あなたたちのお知り合いですか。あの子とおっしゃいますと。うー、助けてー。魔物が、大量の魔物が追いかけてくる。おや、なんだかえらいことになってますね。どなたか存じ上げない方が魔物の大群に追われています。どうしましょう、主様。魔物の群れはこっちに向かってますし、無視もできません。ちゃちゃっと片付けてきますので、二人は避難してください。今助けますよ、そこの人。誰、私を助けてくれるの。さすがに魔物が多すぎます。私たちも助勢しましょう。ついでに主様に戦い方をご説明できそうですし。バトルでは私たちがキャラとして戦います。基本的に各バトルは自動的に進行いたしますので、敵への攻撃やスキルの発動はお任せくださいませ。さあ、まだ戦うのかな。攻撃をしたり受けたりしているうちに、青いゲージで示されている TP が溜まります。 TP が溜まると強力なユニオンバーストを使います。 OK と合図いたしますので、ご指示をお願いいたします。全力全開、細切れですよ。プリンセスストライク、いや、すごいね。来ないで。いえいえ、ご無事で何よりでございました。あなた、どうして魔物の大群に追われていたのですか。その子っていうより、私を狙ってたんだと思いますよ。その子はたまたま通りがかって巻き込んじゃった感じですかね。ごめんなさい、ご迷惑をおかけしました。あなたを、どういうことでしょう。というか本当にあなたは何者なのでしょうか。まだお名前すら不明なのですけど。あ、私も名乗ってなかったよね。私、ユイって言います。本当に助けてくれてありがとう。あ、はい、私はコッコロと申します。こちらは主様です。私たちどこかで会ったことがないかな。おーい、みんなこっ
ちに来てください。何か倒れてる人がいるんですよ。回復魔法とか使える人いましたよね。あ、私回復魔法は得意です。倒れてる人って、どうしたんだろうこの人。私と同じように通りすがりで巻き込まれちゃったとか。見たところ外傷はないけど、なぜか気絶してる。治療とかお任せしますね。まだ魔物がうようよいるので、私蹴散らしちゃいます。みんなはその気絶してる人を運びつつ避難してください。避難しようにもこうも魔物だらけでは身動きが取れませんよ。お腹ペコペコのペコリーヌ様と仮にお呼びしますね。乗りかかった船です。共に窮地を脱しましょう。おや、ペコリーヌって私ですか。かわいいあだ名をつけられちゃいました。やばいですね。この程度の数なら私だけで軽く殲滅できるのに。うん、助けられっぱなしじゃ申し訳ないもん。私も戦います。私たちも参戦しましょうか、主様。すみません、なんだかドタバタとした出会いになってしまいましたけど、どうかこれからよろしくお願いしますね。ここから始めましょう、私たちの物語を。主様、こちらが主様の冒険の舞台となる世界。いきなりのことで戸惑われているかとは存じますが、主様の記憶を取り戻すため早速初めての冒険に出発いたしましょうか。クエストに挑戦いたしましょう。今の私たちに見合ったちょうどいいクエストがございます。クエストを経てよりキャラを強化することができれば、主様の向かうところ敵なしとなりましょう。
バトルに参加するパーティーを編成いたします。私も主様に降りかかる火の粉を払ってまいります。私も頑張るね。瞬殺してやるわ。それえい、止まらずに行くわよ。はあ、はっ、えい、もう終わりだよね。覚悟はいいかしら。クリムバースト、すごいね。えい、それ全力全開、細切れですよ。プリンセスストライク、すごいね。よかった、ちゃんと勝てたね。主様、お疲れ様でした。装備品が手に入りましたね。この機に装備の仕方を説明いたしましょう。装備をするとキャラのステータスがアップします。ここではペコリーヌ様に剣と鎧を装備いたしましょう。お一人で装備できるものは6つの装備を集めればキャラをランクアップさせてさらに強い装備を身につけられるようになりますよ。時折かけらや設計図といった形で見つかる装備品もあるようですが、入手方法を見ればすべきことがわかるようになっておりますのでご安心ください。この辺りで旅の仲間を増やしてはいかがでしょうか。このままペコリーヌ様、ユイ様たちと共に仲睦まじく冒険するのも私としては構わないのですが、主様をお守りするために少しでも強い仲間が欲しいところです。そこでこの世界の大事な仕組みをお伝えいたします。ジュエルを消費してガチャを引くことができます。今回は私の手持ちからジュエルを提供させていただきますのでご安心くださいませ。おめでとうございます。私のこともう置いていっちゃ嫌ですからね。心強い仲間が増えたようですね。ガチャの結果、もしすでに仲間になったキャラだった時は女神の秘跡に変換されます。女神の秘跡はキャラのメモリーピースと交換できます。メモリーピースは新たなキャラを仲間にしたり強化したりできる重要なアイテムになります。それでは引き続きクエストに挑戦していきましょう。
主様のために。手早く片付けましょう。それ。当たれ！来ないで！この調子です。とりゃ！はあ。一級作中です。乱れ打ち！アローデイン！すごいね。終わらせちゃいましょう。ありがとうございます。とりゃ全力全開、細切れですよ。プリンセスストライクや。やりますね。よかった、ちゃんと勝てたね。メインクエストをクリアしたことによりミッションを達成したようです。複数のミッション報酬が受け取れるようですね。いただいておきましょう。各キャラのレベルはプレイヤーレベルの値が最大となります。ミッション達成によってプレイヤー経験値を得られるので、毎日達成してより強いパーティーを目指しましょう。私から今お伝えできることはこれで全てです。今後もこのように少しずつ仲間を増やし、共に冒険を続けてまいりましょう。お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼント、明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。なんか最近はケーキがいいんですって。早速食べに行きましょうよ。今度お兄ちゃんと弓も上達しなくっちゃ。お兄ちゃんの前でかっこ悪いところ見せられないもん。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。この調子だとお兄ちゃんの歯。
ショップではマナやジュエル、各種コインを使って便利なアイテムを購入することができます。はよく考えて使うことね。無駄遣い厳禁。思い出が詰まってるって、いろいろあったけど振り返るのもいいんじゃない。お兄ちゃんを傷つける相手は私がこの弓で。張り切っていきましょう。頑張るね。はあ。とりゃ。どう？来ないで。一級百中です。この調子です。やったね。それ。とりゃ。覚悟はいいかしら。クリームバー。お待たせください。光のご加護。張り切っていきましょう。頑張るね。それ。とりゃ。でへい。一級百中です。どう？まだまだ余裕です。はあ。当たれ。覚悟はいいかしら。クリームバースト。それ。もう終わりだよね。とりゃ。全力全開。プリンセスストライク。それ。お待たせください。光のご加護。でへい。ここ一級百中で乱れ打ち。あのあたり。はあ。えへへ、大勝利です。
私たちのビルドストーリーが解放されたようです。見に行ってみましょう。どうにか宿の確保はできましたので、次は腹ごしらえをと考えましたが、いかがしましょう主様。私、都会のシステムには不慣れでございますから、どうしたものか判断に迷います。これではガイド役失格ですね。昼間はユイ様に食事を振る舞っていただけたのでなんとかなりましたけれど、毎日毎食ご馳走になっては申し訳ありませんからね。自分たちでその日の糧を得られるようにならなくては。食材を調達して自分で料理をするか、どこかで外食をするという選択肢が考えられますけれど、今日はいろいろあってさすがに疲弊いたしました。手早く適当なお店で外食をしたいところですけれど、どのお店を選んだものやら、おそらくこの辺りが飲食店の並んでいる区域だとは思うのでございますが、主様、食べたいものなどのご希望はございますか。あらぬ方向をご覧になっておられますね。気になるお店でもあったのでしょうか、主様。何よ、何見てんのよ。ああ、どなたかと思えば。こんにちは、お加減はいかがですか。はあ、何よやぶから棒に。何者よあんたたち。ああ、そういえばあなたはずっと気絶されていたのでご挨拶もできておりませんでしたね。私はコッコロと申します。その名前。ああ、ガテンが言ったわ。昼間気絶してた私を病院まで運んでくれたんだって。一応お礼を言っとくべきよね。ありがとう。いえいえ、困った時はお互い様というのがアメス様の教えでございます。元気そうで幸いでございました。何か。ごめん、じっと見ちゃって。こいつらがね、本当に陛下の言ったようなご大層な連中なのかしら。どうするかな。しばらく手出しはすんなって言われてるけど、監視をしろとも命じられてるし、すでに接触しちゃってるんだし、知らんぷりもできないか。まだちょっと体調が優れないみたいでボケーっとしちゃったわ。なぜか名前を知られてるみたいだけど、改めて名乗っておくわね。私はキャル。まあ不思議なご縁だけど、今後ともよろしく。こちらこそ。すみません、ぶしつけでございますが、キャル様、この辺にはお詳しいでしょうか。私たち今夜の食事を取れるいい感じのお店を探しているのでございます。何かおすすめなどございましたらご紹介をお願いしたいです。まあ世話になっちゃったし、そのぐらい構わないけど。ごめん、私もめったに住処から出ないから、全然お店とかには詳しくないのよね。適当ににぎわってるお店に入れば外れはないんじゃないの。食事代よかったらおごるわよ。それで貸し借りはチャラってことで。はあ、にぎわっているお店というとあそことかでしょうか。え、いや、私が見てたのは。
命のエネルギー。おや、この声はペコリーヌ様？はい、私をペコリーヌと呼ぶのは、ちょっと待ってください。目の前に山盛りになった料理を胃袋に収めて視界を確保しますので。あ、やっぱり昼間のおいっす。おいっす、見かけるたびに何かを食べておられますね、あなた。いや、私はすぐにお腹が空いちゃうので。って、あれ、あ、昼間の何か気絶してた人。大丈夫だったんですか？元気ですか？貧血とかですか？ご飯を食べれば解決ですよ。どうぞどうぞ。なんでこいつこんなにグイグイ来るのよ。あんまりこいつとは接触したくなかったんだけど、仕方ないか。ちょ、料理の皿を押し付けんな。美味しいですよ、食べて食べて。っていうか、私昼間にご飯をごちそうになっちゃったんでしたね。ちょうどよかった、その分おごりますね。私このお店で開催されてたフードバトルの優勝者になりましたから。アイアムはチャンピオン。それで賞金もらえるんでおごっちゃいますね。どうぞ遠慮なく、みんな好きなものを頼んじゃってください。私も追加で注文します。このメニューに書かれてるやつ、上から下まで全部ください。まだ食べるのですか？見たところ、そこで寝られそうな大皿に満載された料理を全て平らげた直後のようですが、胃に穴でも開いているのですか？ともあれ、ちょうどこちらも今夜の食事をどうするか悩んでおりましたので、渡りに船でございます。ご相伴に預からせていただきましょう。さあ、キャル様もご一緒に。仕方ないわね、毒を食らわば皿までよね。その通り、毒でも皿でも何でも食べてお腹いっぱいになりましょう。こっちにおいで、私の膝の上でもどこでも座ってください。早く、お料理が冷めないうちに。さあさあ、たっぷり召し上がれ。すべての民がお腹いっぱいご飯を食べられる国が私の理想です。ギルドストーリーは、そのギルドに所属するキャラの絆ランクを上げることで続きを見られます。キャラの絆ランクを上げる絆ポイントは、そのキャラでクエストをクリアしたり、ギルドハウスでお菓子をプレゼントすると得られます。主様のために。頑張るね。そーれ、それ、当たれ、でーん、まだまだ余裕です。はあ、とりゃ全力全開プリンセスストライク一級百中です。それ、ミカレウチアローデイン。もう終わりだよね。当たれ。はあ、お任せください。光のご加護。ドボン、覚悟はいいかしら。クリームバーイ、私に任せて。みんなを癒して。一級百中です。そーれ。動いた後のご飯は最高ですよ。
主様のために。バッチ来いです。はぁ、一級百中です。まだ戦うのかな。当たれ。さあ、お任せください。光のご加護。ドボン、ミカレ打ち。アローレイン。緊張しちゃいます。はぁ、全力全開プリンセスストライク。とりゃ、私に任せて。みんなを癒して。一級百中です。勝利のご飯に酔いしれましょう。メインストーリーで新たなストーリーが解放された。とうとう始まったわね。あんたの物語が。あんたの物語がバッドエンドになるかハッピーエンドになるかは神のみぞ知る。ただまあ、基本的にあんたは状況に振り回されるばっかりで、ぶっちゃけ置いてけぼりになると思うから、私の方からいろいろ補足してあげる。そのためにこの幕合の私との対話があるわ。あんたにとっては夢みたいなものだし、すぐに忘れられちゃうんだろうけど、ちょっとでも何かが残ることを期待して言葉を紡いでいくわ。ともあれ、まずは前提から。記憶喪失の主人公であるあんたと従者のコッコロタンは約1ヶ月間ランドソルで日銭を稼ぎながらホテル暮らしをすることになったのよ。ちなみにコッコロタン以外の子ペコリーヌちゃんたちとはホテル暮らしを始める前に一旦お別れしてるわ。同じ町で暮らしてるし、たまに会ったりはしてるみたいだけどね。その間にあんたはたくさんの女の子たちと出会っているの。数えてみたらだいたい40人以上の女の子たちとね。そして会話し交流し、どんどん仲良くなってるわ。え？そんなの記憶にないって？本当にそうかしら。よーく思い出してみて。ちょっと真面目に記憶をひっくり返して探してみれば、あんたと女の子たちとの出会いや交流の物語が見つかるはずよ。彼女らの発言の中に聞いたことがない単語なんかが出てきても、あんたはもしかしたらどっかでその単語を聞いて意味を教えてもらってるかもね。それらの情報やあんたの経験を組み合わせて、あんたはこの世界やあんた自身が抱えてる謎を解いていかなくちゃいけない。あんたがあんたであるためにね。そしてこの歪んでおかしくなってる世界を正すために。おっと、最初からダラダラと喋っちゃダメね。長話はこれで一区切りにするから、あんたはあんたの物語を満喫しなさい。あんたの人生をね。道に迷ったら私が導いてあげるから。
主様、大変申し上げにくいのですが、もうお金がございません。故郷を出立する際に長老よりロギンを頂戴したのですが、さすがに底をついてしまいました。ランドソルは都会でございますしね、物価が高いのです。それでもなんとかやりくりして安宿を探したり、自前で食材を調達したり頑張って節約しておりましたけれど、もうお財布が空っぽでございます。なので主様、私働きに出てもよろしいでしょうか。なるべく主様の元を離れて行動したくはございませんが、私お仕事を探して賃金を頂戴し生活費に充てたいと考えているのです。主様はごゆるりとお心のままにその辺で遊ぶなり、おいしいものを食べるなりしてくださいまし。これは本日のお小遣いでございます。どうぞ。それでは失礼いたします。夕刻には宿に戻りますので。いかがいたしました、主様。顔色が優れないようでございますね。慣れない環境でしょうし、体調を崩されたのでしょうか。心配です。それともお小遣いが足りませんでしたか。すみません、先ほど渡したのが残りの手持ちのお金のすべてなのです。仕方ありません、私の装飾品などを売ってお金に変えてきますね。主様、急に抱き寄せられては困ります。公衆の面前でございますから。いかがしましたか。私がそばにいないと心細いのでしょうか。ふむ、主様も働きたいと。労働などの苦役はすべて私が担いたいのですけれど、人に働かせて自分だけ遊ぶのも罪悪感がございますか。それが主様のお気持ちでしたら私は尊重いたします。主様はお優しい方、二人で稼いだ方が効率的でございますしね。ではそうしましょうか。この広場に求人情報などが貼り出された掲示板があるはずでございます。その掲示板にて私、良い感じのお仕事を探そうかと考えております。そんな方向で主様も構いませんでしょうか。では早速。あれです、あちらが九段の掲示板でございますね。ございますか。かなり派手に転倒したようですが。あいたたた。ああ、ごめんなさい。大丈夫です。ご心配なく。張り紙をしようとして踏み台の上で背伸びしてたら、うっかりバランスを崩しちゃいました。ダメですね。スズメったらドジで。スズメ。これはこれは、ご無沙汰しております。なんだか恥ずかしいところを見られちゃいましたね。主様、お知り合いの方でございますか。あ、はい、この方には以前ちょっぴり親切にしていただいたんですよ。こちらの子は
あなたの妹さんでしょうか。やーだー、可愛いですね。お嬢ちゃんおいくつ？今日はお兄ちゃんとデートですか？妹ではございません。主様にお仕えしているコッコロと申します。そうですか。では私と同じような感じなんですね。同じというと、スズメ様も主様にお仕えを？いや、違うんです。ごめんなさい、説明が下手で。私はご覧の通りのしがないメイドなんですけどね、とある高貴な方にお仕えしてるんです。今もお嬢様、その方のお使いでお仕事を手伝ってくれる人を探してたんですよ。見てください、これ頑張って作った求人の張り紙。ふむ、引っ越しのお手伝いですか。荷物の梱包とできればそれを運搬する馬車の護衛も。簡単なお仕事ですけれど、かなり破格の報酬でございますね。うちのお嬢様は基本的にドケチ、いえ、倹約家なんですが、お金を使うべき時には大盤振る舞いしがちなんです。この掲示板に用があったんですよね。職探しをしているなら、よろしければこのお仕事を受けていただけませんか？もちろんご都合が合えばって感じですけど、全然知らない人よりは面識のある人に頼んだ方が安心ですから。ホーム、渡りに船ではありますし、かなり条件もいいのでお引き受けしてもよろしいのですけれど、私の一存では決められません。どうしますか、主様。え、どういうことでしょう。ああ、先ほどスズメ様が転んだ拍子に主様に馬乗りになっていらっしゃいますね。そう崩してまた転びましたね。もはや馬乗りどころか、主様と絡み合って寝そべっている感じに。本当にドジな方なのですね。これでは荷運びなどには苦労するでしょうし、確かにお手伝いが必要かもしれません。メインストーリーはノーマルクエストをクリアすると続きを見られます。では主様の記憶を取り戻すべく、冒険の旅に戻ることとしましょう。